常に領土を脅かす北のボルガ王国とは和平条約を結んでいるものの、ハイドランドが弱腰と見るや条約など踏みにじって侵攻してくるだろう。さらにこれらの敵対勢力と手を結び領内に導き入れているのが魔術教団モルネオンを名乗る闇組織の邪悪な魔術師たちだ。ディーンの話を聞いて前ハイドランド王がなぜあれほどドラゴンズクラウンを必要としたのか君にも理解できる気がした。やはりあれがなければ。ディーンがぽつりと小声でつぶやいた。大仕事を終えた君は冒険者ギルドで仕事をこなす日常へと戻った。君が冒険者ギルドに届いている依頼書を調べていると、その中に魔法使いルカインからの依頼を見つけた。依頼内容にはルーン魔法のことが触れられていたが、ルーンをよく知らないため詳しい仕事内容はわからなかった。君はギルド長サミエルにこの依頼を引き受けると告げて、まずはルカインに話を聞きに行くことに決めた。新しい仕事が来ているぞ。君は詳しい依頼内容を聞くためにルカインの塔へと向かった。ルカインが出した依頼を君が受けたと伝えると、それは心強いと言って彼は早速問題の説明を始めた。今でも聖域として僧侶から特別視される古代エリシア文明の遺跡がある。その神聖な遺跡が今悪魔たちに汚されている。浄化のために僧侶が派遣されたが、神殿を守るゴーレムが邪悪に返事、近寄れない。そこで教皇庁からルカインに相談が来たらしい。ゴーレムはルーン魔法で動いている。ルーン魔法でもう一つ新たにゴーレムを作り出し、神殿のゴーレムにぶつけようというのだ。ルカインに代わって聖域跡へ赴き、ルーン魔法を使用するのが今回の君の仕事になる。君はルーン魔法がどういったものか知っているだろうか。説明が必要と思うなら彼に尋ねてもいい。よろしい、お教えしよう。そう言ってルカインは目を輝かせ、ルーンについての講義を聞きとして始めた。ルーンとは精霊や妖精が各地に刻んだ魔法文字のことを言う。君もこれまでの冒険ですでに見たことがあるかもしれない。ルーンに触れると文字が輝いて浮き出る。ルーンは3文字の組み合わせで様々な超常効果を発する。それがルーン魔法と呼ばれるものだ。ただしルーンは精霊か妖精がその場にいないと超常効果を発現しない。長くなりそうなルカインの講義をかいつまむと、そんなところのようだ。ルカインはルーンの刻まれた石を君に手渡した。彫像の足元に刻まれた2つのルーンを指でなぞり、この石のルーンを足して3つのルーンの並びを完成させれば彫像は動き出す。
ともかく君は現地に行ってルーンを探してみることにした。ほほ、わしどれにするんじゃ。君はルカインの依頼を。どれにするの？どれにするの？どれにするの？何かお困りですか？安らかなる眠りを。君が